こんにちは。はい、どうもこんにちは。よしシスレでーす。すごいプロフェッショナルになったね。今日は新丸の大冒険の2人をお呼びして、マルコに日本から昔からのゲームを呼んで、どんだけマルコが日本人がしてるのかしてないかをちょっと調べたいと思うので。楽しみ。しりとりしてる。しりとり。しりとりは知らない。最後の言葉を取って次の言葉につなげていく。わかるわかる。その意味やったことある。で、最後で運をついたらあかんっていう。わかりました。あの、すごい面白いワードが出てくるのとか試したら。あ、なるほどね。普通の人は使わない。そう。なんか確かに。ゲームの前にちょっとわさびが必要。これから言っていい。はい。リンゴ。オレンで、リン…やばいやばい、すみません。リンゴ、もう終わるんだけど。あ、ゴか。リン、ゴやから、ローマ字じゃないよ。リン、ゴってな。はい。オーになってます。わかりました。わかりました。もう、毒。ゴやから。ゴ、ゴとゴ、ゴ、ゴやね。だって、外国人の…あ、悟空か。世界の中で、そう、悟空、フリーザー。やっぱりすごいな。いや、もう俺本家の動画はこれだけ。そうだね。普通は、俺とラブでシーシーがやってるので、はい、誰でも決まってる。リンゴ、ラッパー、リンゴ、決まってるこれ。だいたい決まっちゃうの、これ最高だね、これ。もう、ゴリラっていうのと、あと、たまにゴマとかある。だけど、悟空は、さすが。ということで、今回の動画は以上で終わりだと思います。マルコの方で、そのジーシーの新丸大冒険で僕たちちゃんとコラボがっつりしてるんで、そちらに見てください。チャンネル登録、高評価、あとバット評価、よろしくお願いします。当たり前、全部やっぱ意思を示してくれるっていうのが大事だから。全部送れるよ。あとまあ2個買ったらもう3個やめとこうか。今回テロップなしで全流していきますんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。最初にマルコがいて、マルコから。ゴ。ゴマスリ。ゴマスリ。リス。あ、リス。スモ。スメ。クメレケ。クメ。メダラ。一緒や。お前一緒やけどええよ。言い方ちゃう。マルダガチだよ。ガチ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 チチチガ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 チキリビクが好きなんや。あ、なるほど。だから、服部半蔵。ビーファーリア。ビーファーリア。ビタイアやな。ビタイア。ビタイア。アイオン。え？あ、マクダ。
うんつーって合うてんねん。あー、きそまーじょおもろい。いや、ありがとう、ありがとう。名前は何て言うんですか。名前は何て言うんですか。ミゲル。ミゲル、ありがとうございます。